人の車好きの一デザイナーとして言い訳なしのデザインにしたかったと。この買いコンセプトを一瞬見ただけで理屈抜きにかっこいいな、欲しいなと思える車に仕立てました。今回あえて車のスタンダードであるハッチバックを選んだのも、我々マツダが車作りにかける愚直さや挑戦する志、それを示したかったからです。カイトは先駆けとも呼べ、先鋒や一番やといった意味があります。次世代デザインへの先頭バッターとしてさらなる高みを目指したいと、そういう思いを込めました。スカイアタック X は全く新しい燃焼方式と提供価値、これを実現しています。夢の実現に扉を開けた新エンジンとなっています。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼技術を融合し、ガソリンの希薄混合機の圧縮着火、これを点火で制御することによって幅広い範囲で低燃費、これを実現しています。ガソリンエンジンからは伸びの良さ、ディーゼルエンジンからはトルクの強さ、それからレスポンスの良さ、これを受け継ぎました。それでマツダの人馬一体の走り、これを実現する、そういうエンジンになっています。私たちの機能開発の哲学は人間中心です。人間が本来持っている能力を最大限活用した車との一体化、これを車全体で最適化すること、これがビークルアーキテクチャで目指したことです。次世代ビークルアーキテクチャでは、日頃皆さんが何気なく行われている歩行という行為を研究することで、無意識にバランスを取り、頭を安定させる能力を車に乗車時でも同じように発揮できるよう、人が座るシートからボディ、シャシー、タイヤまでを車全体で有機的な連携を持って開発いたしました。デザインコンセプトは色気のある塊です。鼓動デザイン、車に命を吹き込むことは決して変えません。次世代への進化のポイントとしては、日本の美意識、それを体現することです。我々デザインが今取り組んでいるのは引き算の美学です。それは要素を徹底的に損むことでメッセージを濃くしていきたい、そういったものです。今回カイのコンセプトで取り組んでいるのは、要素を徹底的に研ぎ澄ますことで艶やかな色気というのを表現しました。プロポーションの特徴は、全ての要素を内側に向けることでハッチバックとしての力強さ、凝縮された美しさを表現しました。特にリアからのスタンスに注目していただきたいと思っています。キャビンとボディを一つとして捉えることで、圧倒的なスタンス、走りの良さを表現しました。またフォルムではシャープなキャラクターラインを使用せず、光の移ろいが見せる生命感を表現し、時間の経過や季節の移ろいによってさまざまな表情を見せる、ずっと見ていても飽きない艶やかな色気を作りました。こんなに思い通りに楽しく走ってるのに、ほとんどあんまり燃料を使ってないなっていう感動を、期待していただきたいと思っています。理想を追求していって、クリーンで、効率の良い、世界一の内燃機関を目指し続けていきたいと考えています。このカイコンセプトから鼓動デザインの第2ステージが始まります。日本の美意識を体現した美しい車作りを目指していますので、ぜひこれからのマツダデザインに期待してください。マツダはこれからも走る喜びを提供し続けます。いつの時代でも進化し続けるマツダにご期待ください。